こんにちはやーすです、えー、とこのチャンネルはまあ僕が独り言を言うっていうそんなチャンネルですと、えー、もしよかったらチャンネル登録お願いします。でまあ今日話したいのはあの気づいたらチャンネル登録者数が700人を超えていたので「ちょっとありがとうございます」っていうそういう、まあ、話をしたいなと思います。でまあこう結構前を遡ると 日本酒を飲んで話して紹介するそれも日本語と英語でっていうみたいなやつがまあメインでやっていてまあそれコロナ禍でちょっとあまりやることもなくでもう海外に戻ったりとかいろいろすることができなかったんでというところから始めたんですがまあ2023年3年ではないまあこういろんな自家選手瘍が見つかっ 人生初の全、まあね、身麻酔して手術をしますこう実際全部取り出して最後の整形でこうがんではなかったですよかったねでまあここら辺ざっくり切ってなんかもうまあまあま状態で,で、まあ、そこからさらにちょっと体調が思わしくなくてでまあさまざまな検査,を検査をした結果こう。 男性ホルモン値が80歳代かぐらいしかなくてまあ同時にいろいろチェックもしてたんでもうちょっとあの精神科の方では薬を使って治療をしましょうでなんか、ね、しかも眠れませんということで人生初の睡眠薬を飲みますとか、まあ、そこからこうすごい試行錯誤をして、えー、プラス 肝臓の数値が上がり肝機能障害になり、ねまあまあ、今にこう至るっていう、まあ、そんな感じで、まあ、2023年そして現在2024年ですけどもうほとんどがいやもうこんな感じの病気になっていて今こんな感じで進んでいて。 辛いですとか大変ですとかちょっとうまくいきましたちょっと良くなりましたこんな感じで試行錯誤を繰り返してますっていうまあそんなチャンネルに現在変貌してます。で、まあ、いくつかやってよかったなって思うのがあのー、ほとんど仕事以外では人とも話をしない状況なんですよ僕。まああの 今自分にすごくフォーカスをしなければいけないしえっとまあ AI がかなり僕にとってとても都合のいい存在というかまあコミュニケーション相手になっているっていうのもあってま,あまずは一個一個フォーカスするものを決めていって対処してっていうまあ手段を取ってる中でこうやって実際に声を出して。 まあ話をするしかもこう仕事以外の部分でっていうことがまあこの場ぐらいしかないのでいろいろこう自分の言葉として出すことでアウトプットもできているしいろんな意味合いでの発散もできているしでコメントでいろいろ質問をもらったりだとかあのー。 参考にさせててもらってますですでとか、まあ、そういうふうに言ってこうあるなんていうんですか、ね、このに人間関係とまではいかないけどソーシャルリレーションシップのようなそのものをうまい具合に自分の中でキープできているのが現在の YouTube の僕の使い方というかあの僕の相方でもあるので。 そういった形でこうやっていて良かったなと思うし、もう基本こう思ったまんまのことを延々と話すだけなんで、ま特別なことは何もしてないんですよ。でもちょっといただいた質問に関してはあの個人的な体験として話すけれども。 あの一人一人こう状況が違うんで絶対医者に相談をしてくださいというふうな感じでご返答させてもらってますが何かしらのこう、まあ、アドバイスというか、うん、参考にしてもらえてるんだなって思うのが少なくとも今こういう状況になる中で、まあ、大変なことがメインなんだけれどもなんかちょっとでもこう参考になっているんだったら。 まあこんな状況になったことも全てがまあネガティブじゃないのかなっていうふうに思えてるんでいろいろ僕自身が救われてるっていうまあそんな感じなんですね。だからそんな中でこう少しずつこうサブスクライブしてくれる人が増えていってまあちょいちょいコメントもらって。 まあうまくこう参考になるようなアドバイスができているのかどうかは本当に僕自身がまだ完全に寛解というか弾薬できるところまで行ってないのでもう本当に断片的なこうストーリー現在進行形で話をしているだけなんでまあ良くも悪くも本当に中途半端な状況になっている中でもそういった感じでコミュニケーションを取ってくれるのがいろんな意味でこう。 まあサポートに感じているので、まあ、非常に感謝しております。なので、えっ、ー、とチャンネル登録者数してチャンネル登録してくれてありがとうございます。で700人超えさせていただいて本当に嬉しく思ってます。で、ですね。まあ、いつも通り、最後は健康に気をつけましょう。っていう。まあそんな話です。あのー。 まあ人生経験だとか、まあ辛いことは経験した方がいいとかいろいろあるけれど辛いいいいことななんんて経験しない方がいいんですよで実際にそういうことは経験しないでもあの生きている人たちもたくさんいるので、まあ、そういった中でやっぱ全ての基盤となる健康っていうものにあの絶対もう100%プライオリティー置いてちょっと皆さんにおいてはこう。 人生を思思いいいっっきりし楽しんでもらいたいなって思ってます実際にその僕は2022年の後半からいろいろ検査とかも始めてもうほぼほぼもうすぐ丸々2年ほぼ引きこもりのような感じでもうプライオリティ決めてこう人生を今送っているんでもうガラッと生き方が変わっちゃったんですよ。で最終的にはそれが良かったね 実りになりましたねって方向に結びつけられるように今前には進んでるんですけどまあ実際にそんなことにならないで今までどり楽しく生きていられたら前に病気になる前のような形でねもうそれに越したことはないのでなので本当に皆さん健康には気をつけてください最後にもししよかかったらチャンネル登録お願いします。そんなな。感じじゃあねバイバイ